大蔵曼荼羅の大蔵大日次如来炎上時代日次如来像十一世紀から十二世紀に作られた大日次如来像重要文化財東京国立博物館像,太像大蔵曼荼羅昆法会曼荼羅大日如来は真言密教の教主である仏であり密教の本尊一切の諸仏菩薩の本事本前べいらこなおまカビルシャナトンシャシ大返上大日返上 変異切ところなどと簡略する。マカビルシャナ如来、大光明返上とも呼ばれる。無僧の発信と無に無別なりという如来の一尊。通常、二つの悟りの境地そのものである発信は、色も形もなく、説法もしないとされるが、大日如来は発信でありながら、説法を行うという。また、それは過去、現在、未来の賛成にわたっているとされる。 大日如来の、里シの面を表したのが金剛界の大日如来で、あり、理の面を表したのが大蔵界の大日如来であると、され、この金剛界の里シ発信と、大蔵界の理発信は一体不可分であるとされる。金剛界の大日如来は、里シ権威を結んで周囲に、阿宿如来、宝生如来、阿弥陀如来、福井上樹如来の四物を置く。 これを、混合会5フッツという。また、大蔵会の大日如来は、中大八要因の中央に位して、崩壊転移を結ぶ。東密では、県境の釈迦如来と大日を別体としているが、大密では、同体としている。日本密教では、了解曼荼の主尊とされ、さらには虚空に、 あまねく存在するという新言密教の教主万物の自母とされる半神論的な仏。正直実相を突き詰めると、すべての宇宙は来日に来たるアジに集約され、アジの一時からすべてが流出しているというとされる。また、新仏集合の解釈では、アマテラス大臣と同一詞もされる。日本では古来から山岳信仰が存在していたが、 平安末期の旧安年間には、駿河国の末代が富士登山を行い、大日如来を富士の本尊とする信仰が創始されたと言われている。富士における大日信仰は、その後、大日如来を富士の神である浅間大臣の本事物である浅間大菩薩とする信仰として発展し、富士信仰において祀られている。チベット密教では、 大ビルシャナ常物新編カジ教系の行タントラ、今後を頂き教系のユガタントラの主尊とは位置づけられるが、後期密教の無常ユガタントラの根本物は、今後を、サッタや、持ち混合物などとされ、日本密教における、大日如来は、密教の根本物という観念は、チベット仏教には当てはまらない。大日如来座像、ネズ美術館像像型は、 宝冠をはじめ洋楽などの豪華な奏神具を身につけた菩薩のような姿の座像として表現される。これは古代インドの王族の姿を模したものである。一般に、如来は奏神具を一切身につけない薄衣布の姿で表現されるが、大日如来は宇宙そのもの存在を奏神具のごとく身にまとったものとして、特に王者の姿で表される。ただし、チベット仏教では、 宝飾品を身にまとわずに、通常の如来の姿で表現されたり、あるいは多面物として描かれることもある。印象は、金剛界大日如来は、里藤市県員を、太蔵界大日如来は、崩壊天員を結ぶ。マハーバーラタには、太陽神、ビローチャナアシュラ王ビローチャナを、同一視している箇所が32例ある。また幸福時間修、アシュラを極めるでは、例えば、 北州時代のトン抜ウバッコウ第428、靴南壁に描かれた、ルシャナ仏説法図では、ルシャナ仏像の胸あたりに、趣味山が描かれ、その前にやはり月と太陽を手にした、アシュラ像が表されているとある。宮坂優勝は、マハーバーラタにおける、第二の場合、すなわちバイラコナ、バイラチャナと、アスラとの結合については、仏教書経典についてもこれを認めることができる。 例えば、雑ゴン行には、ロトナーシュラシバーチとある。また、初期物件の類想的発展形態を示す、密典の一つの、仏も大工弱名王行には、ビルシャナ役者とあり、同行ボンボンでは、バイラコナの異名を、ヤクサとしている。大会行には、ベラコナが、アスラの別名、ラーフとして、森の方へにおいて、釈尊を散端するヤジオロズの神々の一人として、 登場する。宮坂優勝、アスラから、ビルシャナ仏へ、密教文化1960、1960年、P16、と述べている。中村元は、ベーローチャナベラコナ、本文の中では、このように表記されている。イコール SKT、バイラチャナ、元は太陽を意味する語であった。この語が、大乗仏典に取り入れられると、ビルシャナ、大日如来となる。 これに詳しい研究としては、バイラコナとバイラチャナ研究除雪とある。宮坂優勝は、もしも、アフラマズダ・アスラとすれば、中古において、アスラの代表者にバイラコナがあり、特に俗語系のパーリ語で綴られた、原始物典、サインユッタニカーヤの中に、ベラクアーのアスリンドの子が見出されることは、一層注意してよいだろう。しかし、 当たるバベエダ聖典にはまだバイラコナの名が出てこない。したがって、バイラコナの起源についてこれ以上立ち入って追求することは不可能であるという他はない。宮坂優勝、アスラからビルシャナ仏へ密教文化1960、1960年 P19 と述べている。渡辺将光は、もしアスラの首領がバイラチャナと呼ばれ、これが ブッダ・バイラチャナと結びつくものとすれば、ベーダにおけるアスラの資料であるベランナとも結びつき、従ってオースタのアフラ・マズダーとも結びつくわけである。メッシタの段階においてこれは私の仮説であり、否定することもできないと同時に断定する資料もまだ十分ではない。渡辺昌光、バイラコナとバイラチャナ研究所説。 渡辺昇高仏教学論集地区間処方1982年 P423 と述べている。思想家である林達夫他の世界大百科辞典19によれば、大日如来は、この宇宙にあまねく広がる点では超越者だが、万物と共にある点では内在者とされ、万物を遭害した無限宇宙の善逸、善逸者であり、 万物を生成回復することで事故を現状し、如来の広大無変な慈悲は万物の上に公費してやまないとされるという。ありがとうございます。